さあ行きましょう。どうも平山茂です。明けましておめでとうございます。2021年スタートしました。今日は何をするのかと言いますと、こちら年末に買いました年末ジャンボ宝くじの当選発表をしたいと思います。今日はねもう1月2日なんですけれども、まだ私確認してないんです。今からちょっと、とはいえたった20枚たった20枚しか買ってないのですぐ終わると思いますし、本当に残念な結果になる可能性も、まあそっちの方がね確率としてはもう残念な方が高いんですけども、まあもしかしたらね、もしかしたらもしかするということで、ちょっとね少しでも楽しみにしてもらえたらいいなと思っております。で、前回のこの宝くじの動画でもお伝えしてるんですけども、もしですね額にもよりますが高額当選があった場合はお年玉という形で、まあ見てくれている人にねお渡しできたらいいなと思っております。では早速見ちゃいますか。じゃ早速開封します。まずは開封。今回はですねたったほんと20枚なんですけど、連番が10枚、連番が10枚、それからバラが10枚、バラを10枚買いました。合計20枚ですね。さあ今このね机の上に並べました。まずは結果ですね。これ新聞に出てますね。年末ジャンボ宝くじ第862回全国自治宝くじ、1等7億円。まあもう早速じゃんじゃん行きましょう。まあどうせなんで、どうせ当たるんで、まずはあんまりこういうのどうやってやっていいかわかん、どうやってやっていこう。ちゃんと僕は862回の買ってますね。あ、こっちがバラです。こっちがバラですね。こっちがバラ、こっちが連番。もう連番の方を先にやっちゃいましょう。連番、私はですねこちらですね、68組。もうこの時点でもうダメっていう可能性高いですから、はい、もうね、はい、一等なくなりました。あー早かったな。いや残念。まあ連番はねこんな感じですよね。連番は本当にもうすぐ結果が出るというような形で、この残り9枚は紙くずと化しました。まあでもねこれで寄付にはなってますからね、これが何かしら役に多少はなってると思いますので、いやよかったよかった。さあ連番はまあ10枚買ったうちのね、1枚だけ、まあ300円7等が当たりました。ではバラいきます。バラも10枚だけ買ってます。ダメだ。あと1枚になっちゃった。いや最後はちょっと見せずに行こう。どうしよう、これはアップするべきなのかしないべきなのか、もう最初にもう結論から言おう。はい、こんな感じでダメでした。ダメだ、悔しいな。さあまあね、しょうがないんで。いや173組とかね全然でしたね。もう宝くじ売ってないのかな。結果発表、はい、結果発表でございます。今回の年末ジャンボ宝くじは2枚だけ当選ということで、まあ全てねどちらも
7等の下1桁が0ですよっていうね、このこことここで、これだけですね。300円が2枚で600円、600円当たりました。いやー、よかったよかったよかった、うん、よかったってことにしよう。まあ600円はね、自分の元に返ってきますけども、残りのね5400円、こちらはまあいろいろね、多少なりとも寄付になったと思うので、まあ買ってよかったなと思います。いやー、ショックだな。もうちょっとなんか面白いこと起きそうな気がす、なんか面白いようなことが起きるんじゃないかなと思ったんですけどね、なかなかだ。いや本当にありがとうございました。牛年には豚を食べよう、ヤバトンでございますね。ぜひ皆さん、宝くじ当たった方、名古屋に豚食いに来てください。ヤバトンで美味しい味噌カツでも食べてください。こんな感じで私の宝くじ当選発表は終わりたいと思います。すいません、皆さんのご期待に応えることができなくて、お年玉もあげることができません。悔しいです、本当に。いや、ちょっとこれからもちょいちょいですね、ちょっとまあロト6とかもちょいちょい買ったりするので、これからもどうぞどうぞよろしくお願いいたします。いや今回はちょっと本当に2枚で600円、うん、ちょっと残念ですけれども、今後にまたご期待ください。ありがとうございました。本当に申し訳ございませんでした。それではまた、ご視聴ありがとうございました。よろしかったらチャンネル登録しておいてください。ということで本日はありがとうございました。絶対当てるぞ、絶対当てる。うわー、なんかめっちゃ悔しいわ、本当に悔しい。よし、頑張ろう。